こんにちは。今中華街に来ていますよ。今皆さんが見えてきているのはチャイニーズニューイヤー、もうすぐ2月の11日12日になるとチャイニーズニューイヤーになりますから、これはチャイニーズニューイヤーのための飾り物になります。もうすぐちょっと前に歩いていくと中華街のメインストリートになりますが、今年のチャイニーズニューイヤーはちょっと違うところだというと、やっぱり今まではチャイニーズニューイヤーになると皆さんが友達とか親戚の家行って、ちょっと遊びに行ったりとかしますけれども、今年もできますが、1日8人だけです。8人までで一家族のところを行くことがしかできませんので、要注意ですね。そしてよく見たらチャイニーズニューイヤーのためのすごい大きなパイナップルがあります。すごいですね。飾り物もまだ結構ありますが、ちょっと違うところはやっぱり今までは毎年チャイニーズニューイヤーの直前にある市場があるわけですよ。それはチャイニーズニューイヤーのお菓子とか飾り物ばっかりを売ってるところが、今年にその市場というものはなくなりましたね。ここは一般的なチャイニーズニューイヤーのやっぱり人が多いですよね。チャイニーズはやっぱり赤色が好きなので、飾り物はほとんど赤くなっておりますね。はい。そしてチャイニーズニューイヤーになると、子供たちは一番よく喜ぶことはやっぱり獅子舞、ライアンダンスというものを見ることができるんですね。今年でコロナ禍の関係で、ライアンダンスができますかっていう質問も出てきていまして、はい、できますよ。でもライアンダンスの人たちが、パフォーマンスとか演奏した人たちはマックスでやっぱり8人しかできませんので、住宅地とかフードコートなどのところはできませんけれども、ショッピングモールとかお寺、あとオフィス、ホテルなどでライオンダンスをすることができますよ。皆さんがソーシャルディスタンス1メートルを離れたら、集まることができますけれども、やっぱり要注意ですね。やっぱりチャイナタウンは賑やかですよ。今日は平日ですけど、結構人がやっぱり買い物が集まってきます。以上はチャイナタウンの現状でした。ありがとうございます。コロナ禍の前にみんな普通で電車で喋ってたんですけど、やっぱり今コロナの時期なので電車内を喋ることとか電話をすることを控えてくださいと、っていうことです。
皆さんこんにちは。今は豊後ウォーターウェイポイントパークのところにあります。このパークはですね、やっぱり朝でも夕方でも結構人がジョギングしたりサイクリングしたり、するところですね。結構快適なところですよ。ちゃんと走るところもあるし、まあ今は朝7時40分ぐらいなんですけれども、もう結構人がマスクつけながら運動していますね。綺麗な場所です。シンガポールはやっぱり25個以上のこんなパックがございまして、やっぱり人々の健康のためにあちこち住宅地につながっているパックがありますね。